今日の前半戦はホーム緩やかな向かい風が吹いていましたが、現在風はありません。空中戦たなびかず穏やかな水面、気温8度。さあこれよりは予選の第8レースです。1号艇佐賀の古賀茂樹、2号艇福岡の魚谷香織、3号艇佐賀の末永和也、4号艇福岡の渡辺浩二、5号艇福岡の岡村啓太、6号艇長崎の赤坂俊介、以上のメンバーです。今三角まくり決め白星発進の1号艇の古賀茂樹。さあここ高枠から2つ目の白星狙います。2コースは2号艇魚谷香織、3コース昨年の九州地区戦の覇者トップルーキーの3号艇末永和也、角4コース4号艇渡辺浩二、初日ちょっと振るわず。さあここ角戦、今日はこの1回乗り。5コースここまで外枠をしっかり船券にまとめている5号艇岡村啓太、大外前半2着6号艇赤坂俊介、1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。予選競争第8レース、1番と4番がいいスタート。さあ1幕の攻防戦、1号艇の古賀茂樹をまくる4号艇の渡辺浩二、ちょっとアクシデント発生。向こう上面先頭は4号艇渡辺、2番手に5号艇の岡村です。スタートは前提正常でした。アクシデント発生で現在は3艇が走っています。先頭は4号艇渡辺浩二が折り返します。そして2番手が5号艇岡村啓太です。3番手3号艇の末永和也。レースは2周目に入りました。なおこのカード1号艇古賀茂樹妨害のため失格、1番は妨害のため失格です。また2番は転覆のため失格、6番はエンストのため失格となりました。3艇での競争となってしまいました。予選の第8レース、先頭は4号艇の渡辺浩二です。2周2マークをトップで折り返してきます。2番手は5号艇の岡村啓太、3番手に3号艇の末永和也、体型は4番5番3番。レースはこれより最終周回です。波乱となってしまいました。予選競争の第8レース、最後のバックトップで抜けるのは4号艇の渡辺浩二、2番手5号艇岡村啓太、3番手は3号艇の末永和也、体型は4番5番3番です。453、この決着3連単のオッズは187倍です。最終コーナー先頭は4号艇渡辺浩二、2番手が5号艇の岡村啓太、3番手に3号艇末永和也でゴールとなります。先頭4番五輪、5番五輪、3番五輪、なお1番は妨害のため、2番は転覆のため、6番はエンストのため失格となりました。